久保さんまああの R34 売る動画を撮ってた時にですねいろいろ総馬のように思い出しましたねだからまああの最近ですねまああの感覚が変わりましてなんかずっと一緒にこいつと共に過ごすんだなと思ってたんですけど 次に乗る人がいるかもしれないって考えると、また違った感覚ですし、最近そのね、このなん、な、な、なんかね、神のお告げか、じゃ、まあ、あの、まあ、あの、AI ですね。AI の、AI な、だと思うんですけど、やたら僕のインスタに R34 が出てくるんですよ。やたら R34 出てくるんですよね。 どういうことだみたいな、ね。そう。まあ、あの、テクノロジーすごいですね。<laughs> う。うん。まあ、な、なんだろうな。まあ、自分にしかできないことあをやった方がいいと思いますね。要は、自分にもできない。あ、自分はできないとかね。うーん。 久保さんだからできる。私にはできない。じゃあ、私にできることは何っていう。私にできることは何ですかで、僕は常々言ってるんですけども、まあ、久保さんもね、これは、まあ、感じてるっていうか、まあ、体験してきたと思いますけど、久保さんは今まで多分、ワンツー動画とかね、すごい撮ってきたと思います。まあ、僕も一般公開してるワンツー動画で4000本以上ありますし、<laughs> まあ、これって、ね、 別に、あなたにもできるんじゃないかなと思うんですけどね。<laughs> ただ、ありがとうって言えばいいだけじゃないですか。うん。だから、今は僕、あの、ストライプっていうのを入れて、あのー、まあ、ダウンロード販売みたいな感じでね、今やってますけど、昔は銀行振込でしかなくて、まあ、銀行振込で入金してくれた人に全部お礼の動画を添えて、あのー、 商品納品してましたしペイパルの時もあのクレジット決済してくれた人に、まあ、自動で送るってことがペイパルはできなかったんで、まあ、それもなんだ一人一人全部ワンツー動画添えて送ってましたけど、まあ、これね一つの、ね、手紙をこれねちょっと動画別枠で撮ってるんですけどこれね最近ね あそうそう、久保さんもね、ワンツー動画いっぱい撮ってきたと思うんですけど、動画でお返事来るお客さんって多分ほぼいないですよね。1000人に1人いるかいないかぐらいの確率だと思うんですけど、まあそれは言いすぎか。500人ぐらいですか。まあほとんど動画で帰ってこないですよね,ね。この億万長者合宿は僕は動画で返しまくりますけど、これね、ハサミを買ったんですよ。ハサミ。で、ネット通販、久保さんもいっぱい、 活用すると思うんですけど、このね、ハサミすごいです、ここの会社。ちょっと読みますね。えー、立ちばさみ、えー、ロ,ロ,ゼロゼリーな立ちばさみをお買い上げ、ありが、誠にありがとうございました。えー、西城美紀と申します。商品の発送から数日が経ちましたが、初期不良や不具合などは発生していませんでしょうか。弊社は、弊社は、 家族3人とサポートスタッフで運営している小さな会社ですが商品の企画から開発までは大企業にも負けないものを作りお客様の満足を第一に運営しております不具,合や不具合や生産時の汚れ使用,中使用中の不良などがありましたら下記の連絡先からお気軽にご連絡をお願いいたしますまた近年コロナウイルスの影響で常にマスクをつける生活になっていると思います 気持ち程度で恐縮なのですが少しでもお力になればと思いスタッフそれぞれが買い出しに行き持ち寄ったマスクを1枚プレゼントさせていただきますいつ、えー、収束するか不明のウイルスですが体調にはお気をつけて日々をお過ごしくださいませとでこのマスク入ってたんですけどえ最後に1点だけお願いがありますと購入履歴にある商品レビューを書くから商品に関する簡単なご感想をいただけないでしょうか近年 テレビ放送では話題になっておりますが、中国人メーカーが主,主導となり、不正なレビュー投稿が、えー、横行しております。真面目に取り組んでいる日本のメーカーが、不正を行う中国メーカーに、えー、淘汰されてしまう現状となっており、お手数で恐縮なのですが、少しでもお力を貸していただきますと幸いです。お客様からいただきましたご意見やお褒めの言葉は、毎日お昼休憩後に確認を行っており、全スタッフの励みとなっております。 商品レビューに関しては、弊社のスタッフ一度、必ず一つ一つ丁寧に確認をさせていただきます。大変はがみになりますので、どうかお願いいたします。長くなってしまい恐縮ですが、どうぞ変わらぬご愛嬌ほどよろしくお願いいたしますと。こうびっくりしましたね。これね、まあ、久保さん、この人、ハサミを買った時も手紙が入ってたんですよ。で、その、そのね、ハサミを買って、その手紙もすごかったんですけど、あの、なんだ、 あまあ、お礼の手紙が入ってて、で、まあ、保証をね、あのー、3ヶ月みたいな書いてあったけども、せっかく、こう、いただいたご縁なんで、あの、ずっとさ、あのー、なんだ、保証させていただきますので、えー、どうぞよろしくお願いします、みたいなね。<laughs> 3ヶ月ぐらいの保証かなんかのぐらいの保証が、ね、あの、ずっと永久無料保証しますんで、みたいなね。<laughs> すげえな、みたいな。これ1万個売ってんすよ、これ。で僕、びっくりしたのが、 これ1万個結構売ってるじゃないですか、ハサミ。だから結構その、大器、結構ね、その、大きいとこなのかなと思ったんですよ。だけど、もう家族3人でやってるみたいですね。<laughs> こうびっくりして <laughs>。へえーみたいな。でも、でもまあ、そのレビューもすごいですよ、これ。ちょっとあの、この、このね、久保さん、あの、YouTube の下にその、ハサミのね、リンク入れときますよ。 あのアマゾンのちょっとレビュー見てほしいんですけどすごいですよでそのレビューにあの,この手紙のこともあって本当レビュー書く予定なかったけどもあの手紙がすごく良くてあのなんだレビュー書きましたっていううん、はい、こ同封してる手紙の好感度が高いと手紙手紙でそのレビューね うん、このこ、このショップで購入してよかったです。届いたと、とちょっと読みますよね。届いたばかりなのですが、他の方のレビューにあった通り、使う前からサポートしていただける気持ちになれる。お手紙が入っていて、購入してよかったと思いました。ハサミに油がついてるとレビューを見かけましたが、私自身は、うん、まあまあ、油はちょっとついてましたけどね、僕も。販売店の対応が素晴らしい。うん 会社の思いが詰まった良い,い商品と。うん。こう、レビューがね、何個ついてんだこれ。4000個ぐらいついてるかこれ。あ、レビュー、あ、すみません。レ,レビュー100、0個ついてますね。アマゾンで。で、星が4.5です。<laughs> 星4.5で、レビュー1000個ついてます。これね。すごいですよ、これ。 これレビューすごいっすよ。うん。ああ、これもショップの対応が素晴らしいって書いてありますね。最初に届いたサミはずれ、えー、があったのですが、それもちゃんと切れてました。1か月過ぎた頃から真ん中あたりで。 逃げるようになってしまいショップにメッセージを送ったところ即日内に新しいものを発送していただきました新しく届いたものはきちんと、えー、切れ味も抜群でしたとうんうんこれすごいっすね 家族3人ですよ、これ。びっくりしましたね、これ。そんなちっちゃくやってんだ、みたいな。僕が教えたいのはこれなんで、このビジネスモデルなんで、うん、これでもこれってね、まあ、こことここすごいなと思ったんですけど、まあ、商品の発送にまあ手紙入れるっていうのは、うん、まあ、 こ,こ,まあ、こういうちゃんとした手紙が入ってるのはまあまあないんですよ。でもまあ、商品発送の商品の中に入れるっていうのはまあ、ベターなんですけども、このね、数日後にどうでしたかっていう手紙がこれ送られてくるのは、多分ね、ここだけっすね。僕,も,う僕もネット通販めちゃめちゃ買ってますけど、こういう手紙が来るのはここだけですね。大体まあ、ベターは物だけ送ってくるんで。うーん。 だってもう洗濯が僕も、ハサミもしね、まあそんなに僕、まあこれ、卓球のラバー買う、着るように買ったんですけど、まあそんなにハサミ使わないですけど、もしハサミ買うってなったら、ここの会社からまた買えますもん、やっぱ。この手紙だけで。うん、なこれほんとね、まあ結局人間ってこ気持ちですから <laughs>。うん。じゃあこれは、この手紙を書くことは、 できないことなのかって話じゃないですか。ちょっとしたことなんですよ。うん。だから僕がビジネスをやっぱ続けられてる理由っていうのは、まあ、ちょっと手紙は遅れてないですけども、まあ、ひたすらワンツー動画撮りまくってるんですけど、<laughs> まあちょっとしたことですよね。本当、まあテクニックそれですよ。まぁ、あ、も,もちろん他にもいっぱいありますけどね。でも僕はこれが一番大事だと思ってるんで、ワンツー動画は あの一人に対してのメッセージは送り続けますけど、うん、だブレないですね。だこれ、僕は、あの、大企業じゃないし、一人でやっていきますから、大企業ができないことじゃないですか。大企業がワンツードは送れないですよ。うん、そう。だから僕しかできないこと。それは、 あなたにもやろうと思えばできるんじゃないじゃあ、百歩揺すってね、動画はちょっとっていうことだったら手紙送るとかね、できるじゃないですか、そんなの。うん。そう。まあ、これはね、すごい大事ですね。うん、まあ、久保さんもビジネスが、こうつ、まあ今はね、ビジネスちょっと離れてる部分はありますけども、 まあ、久保さんがうまくいった理由っていうのは、まあ、こういうことをやってたからかなと僕は思いますけどね。うん。うはい。ということで、あなたにしかできないことは何ですかいってらっしゃい。